セネは、フランス、ブルターニュ地域圏、モルビアン圏のコミューン。サンタルメル水道付近の東モルビアン湾の奥にある。セネは、バンヌの東、手の西に位置する。小さな砂浜や港のある47キロメートルの長さの海岸線を持つ。海にも陸にも近いために、セネ住民は農業と漁業に従事してきた。船乗りは、 かつて日本の赤い方を挙げた平底船の品子で海に出ていた。季節に応じて湾の干潟に貝を取りに行ったり、春には罠を仕掛けて地元ではモルガと呼ぶイカ漁をしてきた。漁業は数日間かけて漁業でも行われ、キブロン湾とビレーヌ川川口近くのクロワジックの中間でシラスウナギ漁をする。セネ周辺の集落では農業が行われていた。 また、セネの領域には四つの島が含まれている。かつての塩水の出現は今は数千の渡り鳥の集まる場所となっている。ゴルネベズのドルメンセネに最初に人が定住したのは、新石器時代でドルメンのような巨石記念物、墳丘墓が今も見られる。ウェネティ族がバンヌとなる場所に移動してきたのは、紀元前5世紀である。彼らはロクマリアケールを本拠とした。 紀元前56年頃、彼らは侵攻してきたローマ軍に負け、ローマは事実上アルモリカを勢力範囲に組み込んだ。ガロローマ時代の遺跡、縁取りがされたタイル、ロの跡がセネでも見つかっている。中世、セネ北部には領主の収める土地が増加した。これはブルターニュ公国の中心であったバムヌとの関連である。住民の大多数は、 聖職社民事基本法を代表とする革命政府の政策に失望し、応答派のシュアンヌリーを支持したが、セネ北方で行われた軍事行動に参加しなかった。1790年、セネはコミューンとなった。2006年9月、セネ議会は、ブルトン後の日常使用を促進するやーリー、あるブレイジョにー検証を批准した。ありがとうございます。